じゃあ、背中をね、音圧するのにですね、どういうふうなエネルギーを使っていくかということで、阿部ちゃん、このほら、志麻さんがこうやってるこの手を下ろしたってください。うん、はい、でこれは反発があるので、もう一回押さえてみてもいいですか。はい、施術家自身の腕が凝ってくるんですが、凝り方は辛いですね。そして患者さん、これおばあさんの背中やったらえらいことですね、骨折れてしまいますね。ですから、力が使わないです。こんな感じですけど、力使っちゃダメなんですよ。力使わなかったら、おばあさんの体の中、おじいさんの体の中に意識、気のエネルギーが進行するんですよ。うん、だからこれで手当てでいいですよ、これで。じゃあこれがぐーっとこうしたら、これは手当てじゃなくて虐待行為。おばあさん、おじいさん、しんどんとしゃあない。で、若い人でも結構こう肩がパンパンとか背中がパンパン、腰がパンパンな人、揉まれすぎ、揉み倒されすぎなんです。で、反発してるんです、このエネルギーに対して。反発するからこういうとこが固まってしまうんです。で、関連する筋肉が固まってきます。で、お互いしんどいですね。患者さんもしんどい、施術する側もしんどいっていう、そういうのを誰も望んでないはずなんです。じゃあ何を望んでるかって言ったら、お互いが楽になる方がいいですね。手当て、手当て、しっかりと相手の皮膚組織、筋肉組織、筋、そういうところに意識が伝達されて緩むっていうことですね。ですから、例えばもう一回こうやって、あきちゃんのところでずっとこう前から踏ん張ってみてください、ね。だお互いにこれ力入ってますよね。そのカチコチになってる筋肉をこうやって許して、でこうやって緩めていくわけですよ。だから力使わないで気っていうもので緩めるようにしてください。そうしないと施術家が体ボロボロになったりとか、意識がしんどくなったり、でよくね、癒し療法で相談受けるのは邪気にやられてしんどいとかっていう、それは邪気じゃなくて苦しいだけだ。なんで苦しいのかって、力使いすぎなんですよ。うん、でそういうのもちゃんと楽になるっていうふうなんで、ちゃんと伝えていかないといけないなと思ってますので、リラックスしてするようにしてください。はい、この感じです。ここが軽く肩力、肘力、こんな感じ。